1983年の阪神タイガースでは、1983年の阪神タイガースの動向をまとめる。この年の阪神タイガースは、安藤元監督の2年目のシーズンである。安藤監督の1年目を3位で終えたチームは、アメリカからランディバースを、また太陽から2番手エースの野村治を、トレードで、それぞれ獲得するなど、開幕前は A クラス候補に挙げられた。 全評判の高いチームは4月を、首位の巨人から3.5ゲーム差の2位で終えるが、5月の10勝15敗、6月の8勝14敗1分で、ビリクラスに転落。夏場以降もり返すものの、岡田昭信が試合中の怪我で離脱するなど5割前後での苦しい戦いが続き、最後は、太陽との A クラス争いに敗れて4位となった。投手陣では、エース駆動和彦と、 小林修が13勝を挙げ、遺跡1年目の野村も12勝を挙げて復活するなど、ベテランが活躍し、リリーフは、守護神の山本和幸をはじめ、池内豊、福間治が活躍するもののチーム防御率は4.22、で4点台に転落。打撃陣はバースが5月まで不振だったものの、日本の野球に慣れた6月から打棒が爆発し、チームトップの35本塁打を記録。 マユミヤ信ノがポジションを点々としつつも、首位打者に輝き、掛布正幸、佐野則義なども例年通りの活躍を見せ、チーム打率。274は、リーグ2位。本塁打は169本で1位。打点も573点で3位と検討し、岡田の穴をバースが埋めた。シーズン終了後、小林が31歳の若さで引退した。本節では、 前シーズン終了から本シーズン開幕までの入り対談について記述する。色付きは規定投球回数以上の選手。ありがとうございます。